こちら、なんと料理研究家リュウジさんがですよ、9日までに自身の YouTube チャンネルを更新した悪魔崇拝者と呼ばれる件についてっていう動画。僕ね、このリュウジさんっていうのはね、江頭さんのチャンネルに出てたの見て、へーって見たのよな。なんかチャーハンかなんかをね、作るような、会やった時に、出てて、不器用な江頭さんが作っても美味しいチャーハンができるって言ってて、へえと思った時に、ちょっとやっぱ引っかかったんがね、やっぱ味の素を使うっていうところがね、あ、そうなんやというところなんですよ。まあそれ以上もそれ以下もないんやけど、このリュウジさんがね、いわくは、この方が悪魔崇拝者だと誹謗中傷されている件についてというタイトルで動画を公開と、X にも、誹謗中傷されている件について真実を説明させてくださいと綴り、動画のアドレスを添付したと。で、 YouTube の動画で、冒頭で、どうも皆様、これが私の本当の姿、悪魔のお兄さんリュウジですと悪魔のようなメイクをして登場と。で、いろんな経緯がありまして、ちょっと前なんですけどと。で、この方は結構味の素を使うじゃないですかという、俗に言う陰謀論者の方から悪魔崇拝者だと言われて、私は悪魔崇拝者ではありませんということで、切り返した。で、これちょっと味の素の件については後でまたね触れるんですけど、そしてということで今回はって言ってね、我が輩が作る悪魔レシピで、今回は悪魔崇拝者ではなく悪魔の私が作ると言いながら、悪魔キャラになりきって料理を作ったと。で、これね、リュウジさんは旨味調味料味の素を使用するレシピを多数発表しており、こうした調味料の使用に SNS 上では様々な意見も寄せられてきた。これ味の素を使うことで悪魔崇拝者だというデマが広がっていますがと。ただレシピを発信しているだけですと、僕のどこが悪魔崇拝者って言うんでしょうかというところで、誹謗中傷やめてくださいと記述。先月にはね、特に僕は味の素否定派を諭そうとはしていませんと。味の素否定派っていうのがいてんのかって言ったら、これ違うんですよ。味の素をね、知らないで育った人と、味の素をかけた料理を食べている人たちがいてるということやね。ここはね、分けなあかんねん。分けなあかん話題なんですよ。で、彼らに何を言っても無駄でいうことでね、リュウジさんが反対してるところがあるんですけどね、味の素ってそもそも何やねんっていうところなんですよ。味の素って何なんて。これね、正確にはね、味の素っていうのは登録商標で、旨味調味料なんですけど、正式にはね、グルタミン酸なんですよ。グルタミン酸っていうやつで、これをね、料理にかけたりすると一定の味が出るっていうのが、このグルタミン酸なんですよ。だからね、例えばね、僕がね、知ってる限りやったら、僕のね、僕が育った環境では実はね、グルタミン酸っていうのは取ったことがないですね。食卓やな、家でご飯食べる時も味の素みたいなのはないから、家になかったから。で、なかった家で育ってるから、なかって味の素がない家で育ってて、で、結婚した後も、実は結婚した後もうちの嫁さんがね、味噌汁かなんかを作る時には必ずお母さんから言われてんやろな、いりこかなんかで出汁を取ってから、いりこかなんかで出汁を取ってからね、味噌汁を作ってたのよ。
結婚した当初は。で、食べてて何の違和感もなかった。けどね、後々やな、子育てとかが始まって、味噌汁を作るときにね、だしの素を入れるようになったのかな。で、だしの素を入れるようになってから、味噌汁の味がね、いつも同じになってん。これ実はね、こういう言い方やねん。だしの素を入れたことによって、味噌汁が毎日同じ味になってん。で、結果として、だしの素で、うちの子供たちはそれで育ってるから、例えばね、ご飯食べに行きます。ご飯食べに行った時も、僕らは美味しいと思ってるね、昭和な生まれの僕らが美味しいと思ってる食べ物屋に子供を連れて行っても、子供たちは物足りない、味がね、味が物足りないっていう時があるんですよ。これなんでかって言ったら、おそらくね、うちの子供たちは平成生まれなんですけど、平成生まれの子供たちは学校の給食とかで、多分ね、このうまみ調味料って言われる味の素が入ってる給食を食べてるから、家のご飯が物足りひんかったりするね、うん。これね、味の素っていうのはグルタミン酸っていうのが元になってるんですけどね、これね、一定以上摂取したら味の素はね、ある程度はいい、ちょっと振ったりするのはいいんですけど、一定以上ね、料理とかに振って食べたりすると、実はね、中毒性があるって言われるんですよ、このグルタミン酸は、うん。で、僕はね、リュウジさんっていう人の、料理番組っていうのは見たことがないです。江頭さんにチャーハンの作り方を教えてる時に、確かに味の素入れてくださいってやってるのを見て、ああって思ったのは、味の素で料理の味をね、バチッと決めてんねやと思ってただけで、特にそれ以上もそれ以下もないんですよ、うん。確かに味の素使ったら一定の味っていうのはそこで約束できるからっていうところが、まあ言えば誰が作っても美味しい料理になるっていうのはあるなと思ったけど、これをね、悪魔崇拝者って言い方するのはちょっとね、頭悪いでって言っとくわな。特にね、誹謗中傷とかっていうやつをやってる人っていてるじゃないですか、一定数。僕んとこもなんかやってる人おるらしいねんけどね、大体誰か知ってんねんけど、誹謗中傷をやってる人って自分たち頭悪いなって思えへんのかなって思うんですよね。誹謗中傷やってる人おるやん、熱心に毎日毎日、ある日もずっと誹謗中傷やってんねん。生産性がないよなと思うねんか。うん、僕の周りでもね、教えてくれる人がいてるんですよ。なんか誹謗中傷入れてる人いてますよ、へーって言って入れてる人いてんねんやんって。もう僕らもこんなスタンスやから、もう入れてる人いてんねやん、ほっといたらええやん言うて。どうせ拡散力もなければね、誰も構ってくれへんから、勝手になんかわめいてるだけやねんから、ほっといたらええやん言うて。なんでって言ったら、誹謗中傷やってる人って誹謗中傷自体がね、生産性があると思ってんのかなと思うねんな。例えば人の悪口ずっと書いてて、いてるよね、人の悪口ばっかり書いてる人がおって、人の悪口ばっかり書いてて、でそのうちそれを見た誰かが、今やったら X やな、 X かなんかに通報して、アカウントが凍結されたりしてんねんな、アカウント停止が食らったりとかして、ただのアホやんてただのアホやんて、そんな判定なんですよ僕ら。申し訳ないけど、でこんなね、誹謗中傷するアホやから、だからね、世の中で成功しないね。国会議員とかで見てるよね、反対ばっかりする人いてるやん、
あかんあかん言うて、あかんあかん言うて、あかんあかん言うて否定ばっかりすんねんけど、否定する割にはね、代わりの答え持ってない人なんかも正直頭悪いなってすごく思うね。こんなことでね、誹謗中傷するぐらいやったら自分が踏んだらやったらええねん。人のことを悪く言うんやったら、自分がもっとできるとこを見せたら、みんなが「おおすごいやん」って言ってくれて、自分の評価も上がんねんけど、ひたすら人の悪口が言えへん人っていうのはね、本当にね、無駄な時間と労力を使って評価されへんねん。でしまいにはね、住所とか名前とか特定されて、個人的に攻撃されてやで。僕の知ってるやつやったら家引っ越したやつおるもんな。誹謗中傷やりすぎて、誹謗中傷が行き過ぎたから、それを見た誰かに名前とか住所まで晒されて家引っ越したやつやとか、仕事を失ったやつもおるな。仕事辞めたやつおんねんで。働いてる会社クビになって誹謗中傷ばっかりやってて、ほんで今何してるか分かれへんみたいなやつがやっぱおんねんて。ほんで僕はね、リュウジさんっていう方はね、ちょっと真面目な人なんやろうなと思うねんけどね、このね、誹謗中傷をやってる人たちって、構うから喜ぶねんな。構ってくる、構うから。リュウジさんは真面目やから、構うか、これに構うから喜んでまたやんねんやんか。ほっといたらええねん。ほっといたらね、勝手にやってんねん。ほっといたら別に構えへんねやんか。勝手にね、やったら構えへんねん。勝手にやってくれたら別にそれはそれで、別に構えへんと思ってんねん。どうせ生産性がないし、世の中に必要な人間じゃないねんから。この誹謗中傷やってるやつって世の中で必要な人間なんちゃうでしょ。別に世の中でいらんやつやねんってこいつらは。ちょっと分かりにくかったら見せてあげようか。僕も送ってくれる人おるから持ってんねんけどね、ちょっと見せてあげようか。どんなやつかっていうのを見たらあかんで、ほんまにアホやろこいつ、アホやなって思う時があんねんけど、どれやったっけ、これかな。こんなやつがそうやねんけど、アホね、ほらで、ほらこれね、もう浅井勝彦とかやろうの動画見ていませんとか言って、見たらアホになんのでとかってね、ほら書いてるやん、これアホやねん、ただのこいつ。ちょっとアホやねん。で次やな、送ってくれてるやつあんねんけどね、こんなことやってるやつおんねんな。これほら、これこいつら頭悪いで。これこの見て、やつは1991年5月14日生まれですとかって書かれたらクソガキとか言って、俺は1972年5月17日生まれとかってね、これこいつらただのアホやで。僕ね、こんなん見てるから、正直ね、正直 X ってアホらしいなと思うね。こうほら見てみ、これ北海道バター、滑らない靴が欲しい。共に7日間のアカウントロックを食らいましたので、急遽別にアカウントを取得とかで書いてあって、単なるアホやで。こいつら自分たちだけで、自分と自分たちだけでいいねをしてるから、大抵にいいねぐらいしかないねん。ただのアホやから。ほんでこのアカウントあるやん、ドラシャナルって書いてるやん。これってね、このね、イニシャルで送ってくるやつって多分ね、アホ一人しかおれへんねん。こんなやつ相手にしない。こんなやつね、僕ね、リュウジさんって真面目やなと思うのが、こんなやつの相手しなあかんねんて。こんなやつらに生産性あると思う？ネットってね、まあうち子供にも言ったことあんねんけど、ネット社会で SNS かなんか使って、ネット社会でね、いいね押してもらって、それっていいね一回押してもらったらなんぼかくれるんやったら別やで。いいねかなんかを押してくれたら、X からお金もらえんやったらそれはあるかなと思うけど、誰か分かれへん人にいいね押してもらって、
それがすごい嬉しいからって言ってずっと SNS ばっかりやってたら世の中から取り残されるだけの単なるアホやんかって僕は思うねんけどね、正直。これね、こんなことばっかりやってるやん。でこうやってね、リュウジさんがこうやってね書いて誹謗中傷やめてくださいとか言ってんのにまだやろうとするやん、やろうとしてるやろ。こうやってるうちにこれやっぱ警察とかを見てるわけやねんな。警察もやっぱ見てるから、である日突然こんなやつらのとこに家に来てね、家に警察官の人が来てちょっとついてきてくれるかなとかって連れて行かれて、警察でこの書き込みあなたでしょうとかって言われて、で 2,3 日泊まっていくとか言って警察に泊まって帰ってくるやつがおんねんで、これあのね、ちょっと名前はもうかわいそうやが言ったらええんけど、あの悪いけどこれでね、こういうことやってて、警察にね何日か留置されたやつ何人か知ってんねん僕これ単なるアホやで、単なるアホやで。こんなことばっかりやってるから警察に連れて行かれて 2,3 日止められてやで、でその間誹謗中傷の書き込みがないねんて、アホやんこいつらとか思って、でそうやって止められてる間に僕んとこに連絡があったりすんねんて。でこれって知ってますかとかって言うから、ああなんかありましたねとか言うてでやってるみたいなんですけどとかって言って、でこの間ってね 2,3 日書き込みがないねん、この間 2,3 日書き込みないやんないやんって、周りの人みんなないやんないやん言うて、なんで書き込みないんやろ言うて、ほんである日突然また書き出すねん。何してんのって言ったら、これねおそらく警察に留置されてんねんて、で軽犯罪法かなんかで引っ張られてんねんこんな人たち相手にしてやで、ほんまにね生産性のないやつやな。例えばこいつらがね100回書き込んだり200回書き込んだからって言って世の中がすごく良くなるわけじゃないやん。それ見てね、例えばですよ、そのねアホの書き込み見て、その書き込み見た人たちがやで、その書き込み見て勇気づけられましたとか、それ見てね元気が出ましたとかって言う人おんのかって、おれへんねんて。単なるアホやからこんなことやってる人たちは。でこれってね、世の中が進んでいって便利になった結果、世の中が便利になった結果、それにね乗り遅れたアホがこういうことやってんねん。これだからリュウジさんやな、この件で出してたんけどね、味の素がいいか悪いかはそれは決めんのはね、味の素が好きか嫌いかを決める人であって、この人を攻撃する部分じゃないねんこれ。僕はねたまたまですけど、育ち結婚してからの部分であったりもそうやねんけど、普段が味の素っていうのを使わない、もしくはグルタミン酸やな、グルタミン酸っていうやつを摂取しない生活が当たり前やから、だから外食に行った時でも食べに行く店を決めてるわけやねんて。例えば有名な料理店なんかでも、やっぱりね、グルタミン酸やな、この味の素を使って味付けを決めてるところのお店は味が同じなんですよ。だからそういう店に行かないんですよ。わざわざお金払って食べに行くとこじゃないから、だから行く店が限られてくんねん。僕もだから車で走るときに、ここら辺やったらここら辺やったらここの店やなとかって言ってるやん。あれってやっぱり何回か旅に行った中で食べた瞬間、あれこれはって言って、味の素が入ってるグルタミン酸やな、食べたらわかるから。でそれがあんまり好きじゃないからそういう店に行かないんですよこれ一応念のためにね、味の素が悪いって言ってるわけじゃない。ただね、あごめん変なとこ行ったな、味の素が悪いわけじゃないけど、味の素が一定以上摂取したら、あごめんちょっと違うやつだったな、味の素が一定以上ね、摂取したらねおかしくなるのは事実やで。ちょっとおかしくなったからもう切るけどね。それと
そろそろね、誹謗中傷とかやってる人、自分たちの頭の悪さに気づかなあかんで、自分たちの頭の悪さを自覚しないと、ほんまに頭悪いで、賢い人は、一定以上賢い人はね、まあ、ちょっと元記事探してあげるけどね、一定以上賢い人は、評価されるけど、一定以下頭悪い人やな、一定以下頭悪い人は、誰も注意もしないし、もうほったらかしやで。で、いつまでたってもね、頭が悪いまま、ずっとそのまま、そういう人生過ごしていって、気がついたらもう40とかなって、相変わらず誰も構ってくれへんような、まあ言うたら世の中に必要ない人間になってしまうねんて。って言っとこうかな。ちょっと見つかれへんよ、元記事が。リュウジさん、あ、これや。これな。本当にね、やってること頭悪いで。これ。頭が悪い。一回自分でね、もしかしてそういうこと一回でもやった人いてんやったら、一回これをね、書き込んだことによってね、自分がね、すごい満たされたんかどうかとかね、気持ちがね、すごい満たされたとか、すごくね、自分のテンションがそれで上がったとかって、一回考えてみ、いかに無駄な時間使ってんのかやで。僕もね、今ちょっと大阪に出ることが多くて、話する人がたくさんいてんねんけど、ね、こんなことに時間使ってる人って1日24時間しかないねん。みんな世の中に平等なんは1日24時間あるだけやのに、その中の時間をこれに使ってんねん。単なるアホやんかって。んで、こういうことをやる人たちって必ずやねんけどね、足の引っ張り合いしかしないねん。足の引っ張り合いしかしないわね。人の悪口しか言えんやつやねんから。例えば、誰かが車買いました。俺はほんなら持ってええ車買うたんねん。これはわかる。人がいい車買ったら俺ももっといい車買うたんねんとか、これはわかる。これやってる人間って、足引っ張ってるだけやん。言ったら悪いけど、古事記以下やん。古事記って言った方がええけどな。古事記以下やん。やめた方がええで。で、優しく言うといてあげるわ。もう誰か分かってるから、もう特に注意もしないけど、あんまりこういうことばっかり続けとったら、人間自体がもう腐ってんで。人間がもう腐ってる人であるわ。本当やで。昔で言う部落とかね、に住んでる人と大して変われへん発想点や。いつまでたってもそっから抜け出られへんから、気をつけた方がええで、ほんまに。